さて、今日の配信の目標、あらまあ明日ホタル祭りだった。明日お祭りか、なるほどね。ってことは誰か来るんか、家に。多分家からは出てないはずだから、あ、ライト様と結構仲良くなってないといけないんだ。ライト様いない。まあもう外いんのあいつら。じゃあ行こうか。誰が来るんだろう、ホタル祭りで。ジーヤかな。違う、ポムさんだ。おはよう。おはよう。あのね、明日はホタル祭か。ホタル祭りじゃなくてホタル祭ね。へえ。いやー、静香ちゃんと一緒に見たいけどね。この時期は触れ合い川にたくさんのホタルが現れる。よろしくね。見てないんだけどね、ホタル捕まえようと思って昨日夜中に見て回ったのは回ったけど見てないよ。夏の月の7日に行われる美しく舞うホタルを鑑賞するお祭り。暗がりの中で踊るように飛ぶホタルを楽しむことができます。 OK、 行くよ。明日の20時だね。20時な。 OK、 覚えとこう。で、今日の牧場の目標はとりあえず牧場の整備を始めましょう。牧場のレイアウトね、いろいろ考えてはきたから、それに向けて牧場の整備をします。トトン、トトンともね、ちょっと仲良くなっとかんと。いや今日ね、なんかいろいろ調べちゃったんだよ。その牧場のレイアウトとか考えるにあたって調べることがあったから、いろいろ調べちゃったんだけど、やっぱりスプリンクラー的なのは今作もあるみたい。前作に引き続きあることはある。そのためにはライトと仲良くなんなきゃいけないのかな。とりあえず木を買いに行こう。木を買いに行こう。てかどこでもドア使えばいいのに、普通に歩いちゃってる。採取がしたいからって歩いちゃってる。どこでもドア使ったらね、採取ができないから、あんまりお金がない時はねしたくないのが本音。すごいよ。おい、ちょ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 、どいてどいて。寝ますよ。おやすみ。あー、2122円。そんなに稼げないな。そこまで野菜収穫もしてないしね。今日は、ホタル祭り。違う、ホタル祭か。ホタル祭です。ついにホタルが見れるのか？お、ドラえもん黄色になった。間違えた。間違えた、間違えた。いい。まだ緑か、静香ちゃん。で、ちょっとどいて。スネオは？あ、間違えた。スネオは？やるじゃない。おお、まだ緑か。ライト様？あ、ライト様、今日もいねえな、ライト様。お、スイカがもうなった。わ、なんかこのスイカのなる時のモーションかわいいな。ピヨンって。めっちゃピヨンってなる。ピヨン、かわいい。お、20時になったよ。イベント始まるのかな、これから。みんな見に来てるね。違う違う、静香ちゃん、静香ちゃん、静香ちゃんに話しかけたいの。静香ちゃんと一緒に見たいね。ホタル飛んでる。あ、飛んでる。ホタルいるいる。あのホタル捕まえていいのかな。みんな見てる前であれホタル捕まえていい、ダメかな。ダメかな。あー、綺麗って言ってるそばからてい捕まえたーっつって。え、捕まえれのか。お、捕まえ
みんな、みんなホタル見に来たのに。そのホタルを捕まえるのみたい。捕まえれちゃったえ、この川の上に出てくんのホタルが。なんで？ごめん、なんかみんなホタル見に来たのにホタル捕まえちゃった。え、これイベント。あ、ポムさん、ふれあい川の近くにお行き、そこからならホタルがよく見えるよ。はい。お、これでイベントが始まるのか。しずかちゃんと一緒に見たいな、どうせやったら。お、あ、みんなと見るのか。おお、ホタルさん来たよ、うん、そんなにいっぱい飛んでんのかな、うん、まだ一匹もいない。いや、さっき捕まえたよ。でも私さっきホタル捕まえたんだけどな、うん、よし、うん、そろそろ出てくる時間とかあるんだ、ホタルに。魚はめっちゃいるけど、ね、そういえば、それでね、光が水面に映って本当に綺麗そう、いいな。子供の時ね、私もホタル夏場に見に行ったりしてたんだけどね、大人になってから見に行ってないな、言われてみれば。はあ、嘘でしょ、見れないの嘘でしょ。おい、怒んな怒んな、ホタル相手に。え、マジ？今年はホタルが少なかった、ダメかもしれない。そんな、え、たまにこういう年もあるの？へえ。まあまあ。また来年ここに来よう。来年こそは見られるかもしれない。え、これランダムなのかな？え？マジそういう日あんの？お、いた？あら？どうした？何かしら。すごいすごい。出た？ついにホタル。おお、すごい、ほんとだ。ちょっと、おっと、とっても素敵ね。うんうん、すごいよ。ちょっとこれ全部捕まえてお金にしようよ。ねえ、一匹30円ぐらいで売れない？それ捕まえようよ。虫網構えてるじゃん、うん、いや、ホタルっていくらで売れるのかなさっき捕まえたけど、いくらで売れるのかな。うわ、ホタルどこ行った。ホタルいねえぞ、捕まえようと思ったのに。おいおい、見当たんねえな、ホタル。どこだ？てか落ち物もないもないな。落とし物だけ、この辺のだけ拾って帰りたい。おお、あやめい。ホタルも虫だから賞味きつい。あー、虫嫌いの人ってホタルもダメなんか。まあ見た目もろ虫だもんな。綺麗なのは綺麗だけど、もろ虫だもんな。そりゃそうだ、言われてみれば。光る、近くで見れば尻が光るゴキブリみたいなもの。言い方言い方。言い方がやばい。確かにそうなんだけどもなんよ。いやー、全然虫だけか。えぐいなー、お金、金欠が。